反省すべきはしっかりとやっぱり反省をすると、その上に立ってこの命の問題については文部科学省としては真正面から受け止めながら関係者の皆様方のご協力を得てしっかり守っていくと、こういうことに行き立ったわけでございます。すなわち学校教育院県教委に加えて国の支援もしっかりさせる、また行政を含めた学校関係者の取り組みに加えて地域や社会全体の支援が必要になっているというのが今の社会の大きく変化している昨今の状況だというふうに私は認識をいたしました。一つ、いじめの問題に向き合い積極的に関わっていく。二つ、学校安全を徹底して追求をしていきたい。三つ目、体育活動中の安全を十分にやっぱり確保していきたい。この三つの柱を一つの大きな構成として、その具体策を盛り込んでさせていただいているところでございます。一つはいじめの問題の取り組みとして、国が先頭に立って関係者が一丸となっていじめ問題に取り組む環境整備を進めることが必要である。こういう観点から、一つ国としても積極的に役割を果たしていけるよう、いじめ問題に関わる国の体制を強化をする、こういうことでございました。二つ目、専門家によるいじめ問題等支援チームの配置など幅広い外部専門家を活用し、いじめの問題等の解決に向けて調整支援をする、各地域の取り組みを積極的に支援するいじめ問題等支援チームの配置を考えていきたいと、こういうふうに思っております。文部科学省としては今後この取り組み方針に基づき、子どもの命を守るため、いじめや学校安全等の課題に積極かつ集中的に取り組んでいくことが、これらの課題解決に向けては、取り組んでいくこととしております。しかしながら、学校や教育委員会、文部科学省のみならず、関係府省、さらには家庭や地域を含めた社会全体がこの問題について一丸となって取り組んでいくことが私極めて大事であろうというふうに思っております。